どうも、ピロ25です。ということで、本日もシャリマスやっていこうかなと思います。ちょっとシャリマスがやりたくてしょうがなかった。そういうところで、前回ですね、私、最初の、なんてだっけ、スタートダッシュ貨車みたいなやつで、まあ、無事、小糸を手に入れることができたわけですけれども、非常にかかりましたね。動画も上がってるので、ぜひご覧ください。というところで、やっていこうかなと。で、何をしていこうかなと、これからね。プロデュース、前回私はこのウィング、まあ、つまりウィングですね、このウィング編みたいなやつは、ちょっとね、第3段階で負けちゃったんで、ちょっと悔しくて、ちょっともう一回、このウィング編をやっていこうかなと思います。いきましょう。で、今回はやっぱりこう、手に入れたこの小糸ですね、こちらを使って、やっていこうかなと思います。まあ、ノッチルのメンバーもね、挟みつつ。で、多分ね、どうなんだろうね、コミュって同じなのかどうか分かんないんですけど、まあ、仮に同じだったとしたら、まあ、コミュメンバーカットしてだから、ちょっとやっていこうかなと思いますので、よろしくお願いします。では、行きましょう。さあ、じゃあやっていきましょう。ここに関してはもう、慣れたようなもんなんでね。これ慣れたようなもんですから、まあ、ほにゃほにゃしながら頑張っていきましょう。任せてください。これは、おはようございます。真面目で努力家だって。危なかった。これ新しいコミかな。そんなことないですけど。よかった。このくらい普通です。よし、正しく話すな。よし、爪痕を残す。プロデューサーさん、はい、私もっとダンスレッスンやりたいと思います、ね。1週間後にダンスレッスンしてもいいですか？1週間後、いいよ。ありがとうございます。ん？泥棒図書テスト。なんかこれタイピング音すごいな。ん？どうしちゃった？教室だ。すごい、なんかちょっと古めな。小テストの範囲。なんでしょう。範囲、間違えたか。何？何？ああ朝倉？あひ窓かどっち？どっちも。まあ二人一緒にいたんでしょうね。ひならのことかな。ひならでしょうね。なんでしょう。今日の小テストどこ出るかわかる？ああ、なんでしょう。どういうアイドルとして見られてないってこと？それにちょっと焼き落ち焼いちゃったかな。ってことなのかな。本当にそう。ってことがあって。はい。わかった、プロデューサー。みんな学校でも有名で。昔からそうなんですけど。そうっぽいよな。あの3人そうだよな。やっぱり私だけあんまり知られてないのかなって。うん、みんなとアイドルしてるって、周りの人にも
全然。だから私ももっと努力しないとって。何をどうすればいいのかはまだ考えてるところなんですけど。あ、難しい。もっと努力しない、もっと努力をしないと、何をどうすればいいかまだ考えてるところ。あー、もう努力をしてるだろう。一緒に考えてあげたい。すごい一緒に考えてあげたい。一緒に考えよう。私がどうしたいか。なんだろう。いや、もう気になる。わー、すごい。歌が上達した気がします。いえ、このくらいできて当然ですけど。いや、約束守ってくれて、ありがとうございました。約束を守ったっつって約束を守ったっつって。このくらい余裕で楽勝ですよ、私。単純なミスだ。単純なミスをしてました。恋人の約束だ。恋人に約束。私たちすごく仲良しですから。すごい。すごい。糸を探る。長いな。お、すごーい。豪華すぎ。すごい。いや、強無双じゃん。無双じゃん、強マジだ。高校クエスチョン。本当にいいんだよね。勉強。高校生クエスチョン。高校生クイズ的な。クイズ番組ですよね。うん。見たことあります。テレビでやってるやつ。これに出場するってことですか。これって確か3人くらいでチームを組むんじゃなかったですか。どれ連れてく。いろいろな高校のクイズ部の子とかが。トールちゃんとかまどかちゃんとかひななちゃんと出るってことですかね。ああ、まあそうなんじゃないかな。チームとして。違うの。芸能人チームなんだよ。芸能人チーム。おお、いいですね。私それやりたいです。よかった。あー、そういうと思ったよ。だからほら、なになになに、すごいですね。
プロデューサーの勉強すんの？ありがとうございます、プロデューサーさん。私、コイト一応言っとくけど、私野球の知識とかだったら、コイトにも教えられるぐらいはあるよ。やります。私、出演してみせます。頑張って。だから、よろしくお願いします、プロデューサーさん。よし、頑張ろっか。さて、さあ、そっか、こういった番組に出るか。てっきりなんかノクチルメンバーとじゃないから、嫌ですとは言わないけど、ちょっと不安ですって言うかと思ったら、そうでもないんだね。あ、すごい、そんな感じの強い子でよかった。さて、まあ、早めにオーディションを見据えつつ、確か前回のあれがね、そうなんだよ。ガラスの嘘。あ、プロデューサーさん。これあれかな。なんでしょう。何かご用事ですか。私これから。え。はい。え。電話したってやつだよね、これね。そうだよね。じゃあいいか。ちょっと待って。感動するよね、これでもね。感動すんだよね、でもね。うん。よし、OK。行きましょう。私、頑張ります。行きますよ。完璧です。余裕で決めちゃいます。私たち、すごく仲良しですから。すごい。ここサムネします。この、糸をっていうところサムネしようかな。オッケー。やりました。よし、よし、やりました。へっちゃらです。32だからね、これ誰も勝てないと思うわ。の話もあったんだけど、なんすか。なんすか。入れたよ。入れたよっつってね。ダメだよ。みんなで来てるんだから。そうか、そうか。それに次はトールちゃんの番だったでしょ。順番しっかり守ろうとする子ですね。でも誰も入れてなかったよ。確かに。それはまあ、ひななの話も一理ある。聞いてから。いいよ、ひななの番。おお、朝倉対応も早いですね。これ4人で来てるんですか。また窓か一人いたいってことないよね。じゃあトール先輩、ひななと一緒に歌おう。あ、まあ解決なんですよね。うん、歌えるかな。やっほー。もう、あ、いたですね。いたですね。いたですね。ちょっと奥入れて。よかった。はい。お、奥入れ。どういう席順なんだろう。めっちゃ気になる。曲始まってるけど、誰の？歌わないの？いや、どういう席でマジ気になるな。マイク取って。なんかさっきからひななばっかり歌ってない。そんなことないけど。ははトール先輩と一緒に歌います。なんでしょう。やっぱパス。わかんないや。じゃあ次。何、演奏中止ってことですか。あの、あ、これで歌う。みんなで歌うんだったら、この間もらった曲は入ってるんですか。ノクチルの。ごめん、発音ずっと違ったね。ノクチルって言ってたけど、ノクチルなんだね。いや、まあ、まあ許して。でもカラオケに入ってないよ。入ってない。いや、そうだよね、入ってないよね。それは、そうかもしれないけど、息抜きでカラオケ来たのに、そこで練習するとか意味ないよね。あ、確かに。あ、そっか。ちょっと空回りですね。みんなはもう歌詞覚えた？まあ、だいたい。さすが。なんですよ、帰る準備してないと。私、歌詞の
紙持ってるよ。いや帰る準備だから歌詞の紙だったね。うん。おお。歌詞あるならいいじゃん。で、ね、なんか世界観がやろ。おーいい、かっこいい。あ、先に飲み物取ってきていい？かっこいい。じゃあひなのもラテラテ。あれですよね、なんかウーロン茶ってのと、なんで急に取らせてんの。私も行こうかな。まどかちゃんは？さっき言ってたよね、まどかね。私は取ってきたばかりでしょ。そっか。よく、なりっぱなしだから消しとくよ。ごめんね。すぐに戻ってくるね。この二人ってどういう関係なんだろう。なんかすごくこう、なんて言うんでしょうね。はいはい、どうぞ、ごゆっくり。なんかノクチルの曲、いつカラオケに入るの？え、入るの？入らないの？私たちの名前も載るのかな？プロデューサーさんに聞いて。そうね、私は一応そういう契約を。何、どうしたのとか。何？歌詞。何？何？怖い。うん、え？おお。影で努力するタイプなのかな。すごいなんかふわふわしたこと言っちゃった。これ小糸の好きなお菓子。お菓子ですか？小糸お菓子好きだよね。うん。なんだよ。騙したんですか？もうプロデューサーさん。また今度持ってくるよ。本当ですか？いえ、二度も騙されませんよ。ちょっとおはな、まあ、普通に話したかな。あ、楽しくじゃなかった。ちくしょう。何が正解だったんだろう。何が正解だったんだろう。さんとちょっと会いに行こうかな。まだ切れましたね。容量が大きすぎた。40分ぐらい撮ってたからね。多分動画的にはそんなに長くなってないと思います。今回は見たことあるコミュニカットするんで、多分そんなに長くなってないかなと思うんだけど。単語帳バッキですね。これは、あれですよね。多分このカードの、あれだもんね。最初のシチュエーションっていうか、めっちゃ危なくない？で、嫌な予感しかしないんだけど、大丈夫？あ、そうだよね。これだもんね。あー、しっかりとこう、なんて言うんでしょうね。いい感じに話してくれるようになったな。そうですよね。踏み切りの前はちょっと危ないね、さすがに。もし、この単語が番組の試験に出たら。そう、まだその話。まだその話続いたんだ、一応。ちょっとでも時間無駄にしたくないなって思っちゃって。こういうと結構この番組にかけてるところありますかね、もしかしてね。信号待ちのところで単語を覚えようと思って単語帳出したら、そのまま来ちゃいました。今度からは気をつけますね。おお、これと？ああ、まあそうでしょうな。プロデューサーさん。じゃあアイドルとしての仕事が、そう、一番ですから。
ですよね。もし事故とかにあったら、プロデューサーさんにも迷惑かけちゃうし、番組の試験も受けられないですもんね。それに？でも私、そうなんでしょう、プロデューサー、ちょっと言ってくれ。本当？今すごく楽しいんです。楽しいのか。勉強してるの。いや、私もね、一応その、別の世界線でもプロデューサーをやっててさ、別の世界線の担当の子がですね、その頑張る頑張ると言い続けて、気づいたら心が折れてたっていう展開が あったんですよ。某頑張りますの方なんだけれども。そうなんですよね。だからね、はい、今まではとにかくやらなきゃって、そうしなきゃいけないんだって、何かに追われるみたいに参考書をめくってましたけど、今は本当に自分がやりたいって思ってやってるから、だからすごく楽しいんです。はい、私も自分がこんな風に思えるなんて自分でも少しびっくりしてるんです。あれですよね、電車が過ぎ去ってからの笑顔、あれがやっぱりこう本当に心から楽しんでるんだなって。なんかそのね、私動画の時はさ、あれ出た瞬間ってほぼ演出見てないんですよ。めっちゃ嬉しかったんで。で、後でさ、編集する時とかに何回か見返したらさ、小井戸ってこんな笑うんだって思ったんですけど、やっぱ楽しかったんだね。学校の勉強とかも自分のためになることだって前よりも思えるようになった気がして、試験以外で具体的にどこで役に立つかは分かんないことも多いですけど、ありがとうございます、プロデューサーさん。素敵なお仕事を提案してくれて。なんか成長してるというかさ。感情表現が豊かになってきてるね。このくらい普通ですけど。いや、約束守ってくれて、ありがとうございました。3になったね。よーこれでしょ、むずいんだよな。なんで勝てないんだろう。なんでなんだろう。ちょっと待って、わかんねえんだよなって。全然勝てないんだけど、ちょっと待って、負けだぞこれ。終わった。あれ、あれれれれ、なんて。ちょっと待って、意味がわからない。なんで、ちょっと全然リーグを全くいけないの。終わりなんですよこれ。でもちょっとここむずない。やはりまだ首だよ。ここまで来るとまだ首騒動だよ。またこれご苦労だったな。次回も頑張ってもらう。このあれはいいんだけども、ちょっとまだまだ勉強必要だな。これから先のストーリーが全く見えてこない。ちょっと待ってね。いや、もう一度よくあれの なんだプロデューサーさんですか。あれを見なきゃダメだな。プロデュースお疲れ。
はい、てな感じでございましたと。ちょっとまたね、なんか全然進歩できてない気がするんですけど、まあ一応ね、はい、ちょっともう一回だけちょっと頑張ってみようかなと思います。ありがとうございました。チャンネル登録なんかもね、待ってます。バイバイ。